日本徳島県小松島市田浦町田浦町は徳島県小松島市の町名。2021年12月末現在の人口は1841人、世帯数は790世帯。郵便番号は郵便番号773-0012。小松島市の北西部に位置する。西は北流する勝浦川によって徳島市と相対し南は タウラ山地によって、徳島市藩谷町と境をなし、また、芝生川によって、東は新見町と接している。北は前原町に、北東は被害野町に接続している。徳島県道33号小松島砂河内線が、中央部を東西に横断して、被害野町内で徳島南バイパスと結び、県道33号線に沿って、 外村を形成し商店が点在している。田浦町は農村地域で農村集落が点在し、市として稲作を中心として前山丘陵の傾斜面にみかんが栽培されている。前山古墳は縦穴式古墳で4世紀初めに造営されたものである。この地域のタタラ温度は県無形民族文化財である。田浦村は 江戸期から町村制が施行された1889年にかけて、勝浦郡に存在した村。江戸期は田野浦村とも称した。徳島半領勝浦川流域はたびたび堤防が決壊して、洪水に襲われ、天保14年の洪水は、七夕水と呼ばれ、当地の包み2箇所が切れて、流出家屋15、流出人場34であった。 かえう二年のものはあほ水と言われ、とうそんと前ばる村の包みが切れて田畑が河原と化したといい、慶応二年には虎年の大水と呼ばれる洪水で大きな被害を受けている。田浦城主であった四宿佐玄中は、蜂塚氏が阿波国へ入国後、くなしり浪人となり、蜂塚氏に従って入国した元木江門を養子とした。元木家は、 死しくさの後、玄那年間から万所を務め、京宝初年頃、林家を経て、京宝三年に、荒川家の後、竹市家が昭屋となっている。明治四年に、徳島県、同年に、明東県、明治九年に、高知県を経て、明治十三年に再び、徳島県に所属。田浦は、明治十二年から昭和十二年にかけて、存在した大技な。 はじめは、小松島村、明治40年に、小松島町、昭和26年からは、小松島市の大技となる。明治23年に、松島尋常小学校寺安分教場が開校。明治25年に、現在の小安小学校の前身である小安尋常小学校として、独立開校した。大正期から昭和期にかけて、 養蚕とともには荒加工品の生産も行われた。昭和32年より現在の町名となる。昭和57年の耕地面積は110.5ヘクタールのうちた73.5ヘクタール、畑3ヘクタール、果樹園33ヘクタール、竹の子1ヘクタール。産業の中心は農業で、米作の他は野菜、苺、うんしゅみかんを栽培、畜産。 用魚などの複合経営が行われている。ありがとうございます。